皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして、そうでない方はいつもこんなヘッポコ動画を見てくださって本当にありがとうございます。素晴らしきこの世界実況プレイパート61、今回はなんかこの死神のイベントから進めていきたいと思います。ではカリアさん、ヤシロさん頼みますよ。ちょっと待って、今の声可愛くね？めっちゃ張り切ってたんだけど。うずき、ほんと小西さん大好きですよね。はい、お任せください。ゲームマスターからの特例なんて光栄です。ヤシロさん、あなたは総合ポイントにおいて幹部クラスにも引けを取らない優秀な死神です。感情のコントロールにさえ気をつければ成功は確実でしょう。はい、アドバイスありがとうございます。結果が出せれば昇進は間違いありません。北虹様には私から進言しておきましょう。期待していますよ。ご期待に添えるよう全力を尽くします。ちょっと待って、うずきのテンションがおかしい。そしてカリアさん、あなたは本来もうすでに幹部クラスじゃないかってことですかね。で、小西さんはどちらへ逃げられるので？逃げる？カリアさん、その認識は誤りです。訂正してください。攻めるのです。絶対に見つからない場所から。うずきのテンションが変だったよ。で、どこに向かえばいいのかわかんないんですけど。はい、いらっしゃい。ご縁がなくなる。ご縁がなくなるけど、これが欲しいんですよね。防御力アップが。他はいらないですね。で、ここにビグノイズがいるようなんですけど、めっちゃ目の前にいた。お、CAT デコ。携帯のデザインか。こいつは普通のかな。やっと久しぶりに倒せるやつがいるってこと？待って、逃げられた。これ頑張れば倒せそうなのに。裏でやれってことかな。あ、そうだ、ビートになったってことは出るノイズが変わってるんじゃないか。確か新しく出るノイズがいたんですよ。え、ちょっと待って、前と知らないやつがもっと増えてる。なんか私が招待したかったのはあれなんですよ。モグラのノイズなんですけど。痛い。モグラのノイズ紹介しようと思ったのに。なんでサメとか色違いのクラゲとか出てきてんの。え、痛い。あ、でもゼロだった。なんだろう、防撃力じゃねえ、防御力が上がったから強くなってんのかな。ダメージそうそう簡単には食らわないぜ的な。あ、喋りながら戦ってると本当に言い間違いが多い。怖いわー。空間を連続でプッシュ。あ、ブート中だったよ。まだまだいけるぜ。何も別に新しいバッジは
拾ってないんですけどね。いい加減他のバッジを育てたいんで、こいつらはマスターになってほしいんですけど、遅い、少し遅い。早く進化しないかな。6日間っていうことは実質制限時間合ってないようなものなので、イベントを進めない限りは。だから結構いろいろバッチ育てたりレベル上げたりできるかなと思ってます。よし、あれまだ1匹いる？いた。もう見えないよ。あ、もしかして難易度ノーマルのままだった。これでなんかいいバッジを落としてくれるんじゃないだろうか。重いな、ちょっと。よし、大したことないな。全然いいバッジ落としてくれなかった。サメは？サメはなんか落としてくれるんじゃないか。ていうかモグラ出ないな本当に。なんか黄色いモグラが出たんですけど、1日目は。あー、行動不能にされたよー、ほにゃらー。いけ、分裂した。分裂して出る方なんか透けてて可愛いな。透けてるっていうか水色なのかな。やった、必殺技。ボヤボヤ、お前はな。かっけー。まあまあだな、任せろ。次行くぞ、次。来た、サメ。ビビんなよ。あー、避けたよ、避けたつもりだったのに。214とか食らいすぎだろ。300とか。てか強っ、みんな強っ。なんでこいつピンクくなったり青くなったりすんの、このサメ。え、ちょっと待って、そんなコンボ技あり？あ、黄色くなったよこいつ。なんかあのクラゲみたいなやつがネクのこと捕まえてて、サメみたいなやつが襲いかかってくるとか、そんなコンボ技聞いてないよ。お、なんか拾った。早速確認しましょう。
どこ行った？あの四つ葉のクローバーみたいなやつ。あれ？なくね？なんでこっち入ってんの？あ、アダマンタイトか。アダマンタイトは前から拾ってますね。確かそのモグラのノイズをハードかノーマルかで倒すと落とすんだったような気がします。これはたくさん集めたいですね。レアメタルとかと同じでクエストアイテムと交換ができるので。よし、じゃあそろそろ新種のノイズもいないみたいなので進みますか。あれはデスカメン、待ちやがれ。壁か。ルートはこっちで合ってたってことですかね。じゃあモルコの方にも行けばよかったな。キーバッジ、キーバッジあった。よし行くぞ。モルコの方に行くかエイーストに進むか、ちょっとモルコの方にも行ってみましょう。行けないかもしれないですけど念のため。あ、てかここの店入ってねえや。いらっしゃい。は、永遠なる石の魂。もう塊なんて読みません。ロックバインド T。 敵をタッチすることで岩をこびりつかせその敵の動きを止めるだけか。攻撃力とか書いてないですしね。何これ？あ、熱い視線か。1個持ってますね。イグニッション。攻撃力64か。強いな、どれも。バッジ以外は増えてんじゃん。恋は突然のアビリティを丁寧に教えてもらった。恋は突然すっげー欲しい。なんかこれが必要なクエストアイテムが確かあったんですよ。またどうぞ。じゃあモルコ前に行きましょう。行けないんだ。デパートの方は行けるのかな。無理か。正規の道じゃないとビートは壊してくれないってことですね。こっちは行けるのか。あー、戦闘かな。待てよ賞金首。くっ、死神か。うざって、さっさとかかってこい。他のやつら無視してこいつを狙いたいんだけど。つばしっこいな。強い。よっしゃ、本体は倒したかな。あとはこのめんどくさいやつらだけ。よっしゃ、必殺技。黄色いカエル嫌いなんだよな。まだまだいけるぜ。近距離攻撃が効かないって厄介ですよね。
ったく、次から次へと襲ってきやがって。さっさと行くぞ。千円もゲット。ここにもピグノイズがいる。あ、間違えた。なんでいつもスキャンするとき間違って携帯押しちゃうんだろうな。研ぎ澄ませろ。今度こそ弱いピグノイズがいいな。みんな強いんだもん。全部消してやれ。それ。うわ、一体逃がした。でもこいつは頑張ればいけそうな気がしますね。あー、こういう時に敵の動きを封じるっていう、あの永遠なれ石の魂があると便利なんですかね。あ、また間違えた。スキャンしようとしたのに。よっしゃ、間に合った。大したことないな。久しぶりにピグノイズ倒せたよ。ハルリラックスゲット。何それ。あ、わかった、回復系だ。やっぱりね、バチをタッチするとヒットポイントが少し回復すると同時に状態異常ヒットポイント減少が解除される。使わないな、基本回復物は使わないので。ここで何か買うものあるかな。あ、お金がないんだった。またのご来店お待ちしております。ちょっと換金して買い物したいと思います。届かなかった。いらっしゃいませ。バッチは持ってますよね。お客様お目が。アイテムを見ていたら話しかけられた。ターコイズネックレスのアビリティを丁寧に教えてもらった。お、プラス7、プラス7、プラス30、そこそこいいですね。ネクが装備するとヒット表示が消えるまでの時間がかなり伸びる。ヒットブースト3、これいいな。うわ、高。ありがとうございます。アイテムを見ていたら話しかけられた。金のブレスのアビリティを丁寧に教えてもらった。プラス8、プラス8、プラス35、こっちの方がいいじゃん。ゲットできる経験値がアップする。これは持ってる持ってる。アイテム増えたのは2つだけかな。じゃあ後でこれも裏で買っておきたいと思います。ご来店お待ちしております。いらっしゃいませ。何これ、ときめきマグナム、エナジーショット。ネクをスラッシュすることでその方向に3方向貫通弾を飛ばし当たった敵にダメージを与える。キメキマグナム攻撃力60、進化するタイプのようです。これさ、これ買ったら多分エンゼルマグナムお役御免になるんじゃないか。こっちのが強くなりそうな予感。アイテムを見ていたら話しかけられた。愛と平和のアビリティを丁寧に教えてもらった。ビートが装備すると必殺技スターを2プラスした状態でバトルをスタートできる。いいね。ヒットポイントマイナス12だと。でも攻撃力上がるからまあいいかな。これは持ってる、これも持ってる。そのくらいですかね。またどうぞ。いらっしゃいませ。お、なんか増えてる。勇気が1アップ、いらないけど買っておく。防御力は上げたいからいっぱい買っておきましょう。
あと2個ラスト。あとはこれとだけかな。あ、もったいないことした。5円をここで使ってしまった。5円は大きな鶏ガラに取っておきたい。といったところで買い物が終わったので、このパートをここで区切りを入れたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。裏で他のお買い物とあとは装備の調整とか済ませておきたいと思いますので、次回もよかったら見てください。それでは。